阿原温泉は、福井県阿原市にある温泉。阿原町と金津町が合併して、阿原市が発足してからは、阿原温泉と表記されることもある。福井県屈指の温泉街として、関西の奥座敷と呼ばれ、昔から多くの文人木閣に愛されてきた。温泉療法医が進める、名湯百選にも選ばれている。阿原温泉は1883年、農地で利用する。 灌漑用の井戸から温泉が湧き出たのが始まりとされる。後発であったが、大正から昭和初期の旅行、観光ブームに乗り発展した。1927年の日本百景選出にあたって11カ所の温泉が選ばれたが、あわら温泉もその一つに選ばれている。関営三国線や三国あわら電鉄のあわら駅開業の影響も大きく、1932年頃には、 開津温泉郷の中ではトップの地位についている。なお、開け湯した時期は当時の記述から1884年3月とする文献も残されている。戦時下で一時閉塞したが戦後間もなく復活。1956年に大火に見舞われ300頭以上が消失し、温泉街は右上に返すが、 新たな都市計画の元5番目上に区画された温泉街が整備された。もともと、田園地帯で風情が乏しかったため、近代的な建築に、庭園の整備や露天風呂などをしつらえ、風情のあるものに再整備された。その後は、落ち着いた佇まいが人気を呼び、また、永平寺の精進落としの湯、関西地方の奥座敷として発展を遂げ、現在に至る。 2018年のあわら温泉の入り込み客数は88万5000人で、福井県外は61万1000人となっている。2004年に発生した温泉偽装問題では、温泉利用表示に問題がある旅館及び、源泉の無断開発の疑いがある旅館が複数件あり、ニュースで大きく取り上げられた。これをきっかけとして、あわら市独自の温泉表示に関する基準が設けられ、 それを満たした施設には、温泉表示マークを交付するようになった。同マークは2004年12月から交付が始まった。周囲を、境平野に広がる水田に囲まれている。陥楽温泉としても発展していたが、温泉街にその要素は少なく、落ち着いた雰囲気のある温泉街を作っている。あわら湯の町駅で貸し出しされるレンタサイクルで街中を散策することができる。 2006年から観光協会から湯めぐり手形が1500円で発行され温泉街の19の宿の湯をどこでも楽しめるようになった。なお、前述の手形の販売は2018年12月20日で終了している。一方、2007年12月にはあわら湯の町駅の駅前にあわら温泉屋台村湯煙横丁がオープンしている。国指定の天然記念物。 名称である東神坊へも近く、あわら温泉駅からはバスで約40分、タクシーで約15分の距離にある。その他、道元禅寺が混流した、相統州本山の永平寺、世界最大のウォータースライダーを要する、芝生ワールド、海水浴場、スキー場、ゴルフ場等へのアクセスも便利。石川県の加賀温泉郷と並ぶ北陸観光の拠点となっている。 ありがとうございます。